いただいてありがとうございます。おいしいおやつの後なんですけど、はい、避難訓練を今日はしたいと思います。はい、想定としては南海トラフの地震が起きて、2時間後にこちらに津波が来る想定です。で、揺れたことにより台所から出火しました。初期消火が遅れたため皆さん駐車場に避難しますという流れです。よろしくお願いします。お願いします。カンカン音がしてきたら火事だっていう人が来るから、そしたら皆さん職員の言うことに従って行動してください。お願いします。ゆっくり早く行きましょう。お名前呼びますからね、一緒に行きましょう。はい、まず神谷さん行きましょう。はい、頭にこれ、頭を守ってください。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、気をつけてきてください。はい、中島さんも行きます。はい、神谷さんはそのまま玄関へどうぞ。この避難訓練は各事業所どのくらいのペースでやってるんですか？半年に1回ですね。半年に1回、はい。結構自分のお連れ深いです。はい、副座便2名大丈夫です。はい、大丈夫です。私のところは3名大丈夫です。泊まりのところ2名大丈夫です。はい。はい、じゃあ避難完了しました。はい、何分ですか？あ、タイムロスが。8分11秒で避難完了しました。皆さん無事に逃げることができました。来年はもうちょっと早く逃げれるようにしたいですね。はい。よろしくお願いします。次回も、はい、ありがとうございました。社長が何かありますか？何かありますでしょうか？これこっちに向いてこの事業所は普通の民家を利用してやってる避難訓練ですので、本当に倒壊の木造ですし、築50年、倒壊の恐れもあるし火災の恐れもあるので、そうですね、何かあればすぐ近くの福祉の森あゆぶに逃げるという想定でみんなこう車に乗って行ってますね。はい、本当に実際建物が安全だと分かったら、そこに、いることも一つです。皆さん帰りにご利用さんに、今日の避難訓練どうだったかなっていうのと、家に帰ってから家の場所での避難場所とか家族 の決め事を話し合ってくださいね、言って帰ったらいいかなと思います。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。